フランクリン・マクベーグ。フランクリン・マクベーグは、アメリカ合衆国の弁護士、実業家、政治家。1909年から1913年まで、ウィリアム・タフト大統領の下で、財務長官を務めた。アメリカ合衆国司法長官を務めたウェイン・マクベーグの弟でもある。1837年11月22日、マクベーグは、ペンシルベニア州チェスター郡の農場において、 メジャー、マクベーグとマーガレット・マクベーグの第三子として誕生した。マクベーグは1862年にイエール大学を卒業し、1864年にコロンビア大学から法律の学位を授与された。マクベーグはコロンビア大学を卒業後、ニューヨーク市で1866年まで弁護士として働き、その後イリノイ州シカゴへ転居した。マクベーグはそこで、 食料雑貨類の卸売業を設立した。1874年には当時のシカゴで最も影響力のある市民団体であったシカゴ市民協会の理事長に就任した。1880年、マクベーグはシカゴ商業国立銀行の総裁に就任した。マクベーグは1909年まで29年間にわたってシカゴ商業国立銀行の総裁を務めたが、 それまで銀行経営の経験がほとんどなかったため合衆国が抱える金融問題に無頓着であった。また1894年にはアメリカ合衆国上院議員の民主党候補の一人としてその名が挙げられたがイリノイ州議会での選挙で敗れた。そしてその2年後の1896年マクベーグは所属政党を共和党に倶返した。 1909年、マクベーグは、ウィリアム・タフト大統領から財務長官に指名され、1913年までその座に就いた。マクベーグは財務長官として、合衆国の緊急課題であった通貨改革にあまり深く立ち入らず、1907年のアルドリッチブリーランド法可決により設立されたアメリカ通貨委員会に改革を一任していた。しかしながら、 その一方で、年次報告においては、大量の現金を財務省の金庫に指導させ、一般の金融機関が手を出せないでいる現状は、あまりにも不合理であると問題を取り上げ、改革の緊急性を強調していた。マクベーグは、財務省の効率性を向上させることに焦点を絞り、不必要と判断した450の役職を廃止した。また、関税や、 国税の支払いに支払い保証小切手を使用することを許可したり、自動計量装置の導入により関税局を復活させるなどの改革を行った。そして1913年、マクベーグはウィリアム・タフトの大統領任期満了に伴って財務長官を離任した。1934年7月6日、マクベーグはシカゴで死去した。マクベーグの遺体は、 シカゴのグレースランド共同墓地に埋葬された。ありがとうございます。